ちです。どうも、パンサーです。やっていきましょう。はい、きょっ、フォアス中継アプリゲームセールスランキング、こちら、はい、2020年5月で最も売り上げが良かったゲームアプリ10個をランキング形式で紹介するコーナーということで、うん、まあ、5月ですよ。まあそうですね、皆さんずっとステイホームしてたと思いますけどですね、はい、自粛期間だったり、あとゴールデンウィークとかもね、そうね、あったんで、おうち時間を充実してくれたアプリは一体何なのかと、確かにいうのもこれで分かるんじゃないかなと思います、はいはいはい、まずは10位から4位まで、うん、見ていきましょう。はい、はい、こんな感じになっております。10位から4位ということで、はい、うん、まあ、ちょっとまず注目、はい、マフィアシティ、マフィアシティ、第10位入っております。今更ただね、これ売り上げがこの今月特別に伸びたとかってわけじゃなくて、うん、常にこのこんぐらいのトップ10入るか入らないかぐらいのね、特にいましたもんね。そう、売り上げはずっと出してるんですけど、うん、まあ、だから今月むしろその他の上のアプリがあんまり伸びてなかったからマフィアシティが入ってたって感じですね。なるほど、はい、やばいね、マジなマフィアがやってんやん、ま、そういうことかもしれません。なるほどね。あと8位ですよ、うん、ワンピーストレジャークルーズ、はいはいはい、これが5月に周年をね、うん、迎えていたということで、まあ、リリース6周年ということで新フェス限キャラが一気に4体とかかな、はいはい、追加されてたりとか、うん、5月の終わりになってくると周年イベント終わったかなと思ったら、はい、なんと6周年高野菜イベントというのがね、なるほど、スタートしておりまして、はい、さらにそのフェス限キャラが2体、うんうん、キットとホーキンスかな、はいはい、が追加されたりということで、はい、まあ、かなりこうゲーム自体も盛り上がってたし、それに応じて売り上げも伸びてた、うん、ということで見事8位にランクしておりましたと。はい、でもドラクエウォークとポケモン GO がステイホームなのに、そうなんですよ、バリバリトップ10入りしてるけど、やっぱり入ってるということで、まあ、ウォークがちょっとランク下がったんですけど、逆にポケモン GO はちょっと上がったということで、どっちも家からできたんだっけ。そうそうそう、どのぐらいできたの、もうがっつり。俺ポケ GO ずっとやってますけど、ポケ GO とかは普通にがっつりレイドバトルも家からえ、じゃあもうできた、課金すればもうもっとみたいな感じ。そういうこと、ね、ポケ GO に関してはね、離れていてもそのレイドに参加できるアイテムが登場して、うんうん、でそれがショップでもね売られてたりしたんで、上限3個しか持てないんで、うんうんうん、分課金ユーザーは3回までですけど、買えばまあいくらでもできちゃうと。すごいね。まあ、見事10位から4位こんな感じのラインナップになっておりますと。はい、ということでここからトップ3の発表の前にですね、うん、ちょっと惜しくもトップ10入りしなかったんですけども、この5月に売り上げが急上昇したアプリもいくつかピックアップして紹介していきたいなと思います。はい、まず1つ目、魔剣伝説ということで、魔剣伝説も知ってるぞこちら4月にリリースされたばかりの新作タイトルで、縦画面で片手でも簡単に遊べる MMORPG と、うんうん、いうことで、伊藤英明さんとか、ね、広告がでなんかアプリ開いたら速攻伊藤てかアプリのアイコンが伊藤英明さんっていうやつでしょ。そう、あれマジ笑った、うん、これそう、さっきアンソニーもちょっと言ってたんですけど、 YouTube とかの CM がちょっとね、先生うざすぎるね。ちょっと課金すれば最強装備が手に入るみたいなやつ、ね、120円課金すればサーバー1位になれるっていうね、歌い文句があるんですけども、いざやったらできないっていう動画が何個も上がってました。あ、本当に気になって魔剣伝説調べたんですよ。120円課金しても全然できねえじゃん。魔剣伝説のその一回やってみたみたいな。はいはいはい。本当、なんかちょっと課金すれば強くなれるって CM あるけど、うん、いざ課金したけどマジでしょうもねえ装備しか手に入んないみたいな。一応なんか最高ランクなのかな、レア度は。可能性もあるってことや。いや、わかんないけど多分相当でも弱い。なるほどね。まあ、ただね、やっぱりそれだけ広告数打ってますから、結局広告打っとけば。そうなんですよ、やるっていう。それ僕らは知ったんですよね。そんなやらねえよって思ってる方のが少数。そうなんです。むしろゲーマーと言われる界隈の人たちの方が、うんうん、一般ユーザーはやっぱりちょっと気になってやってるっていうのが、ね、少数なわけですよ、みんな。そう、この動画見てる人たちはだからさ、ゲームを気になって見に来てるから、あ、やらないよって思う側の人たち、広告うざいと思ってる側の人たちが多いと思うけど、そうなんですよ、ね、そうたちは少数派だってみんなまあね、見事急上昇ということで魔剣伝説でございましたと。はい、で続いてコードドラゴンブラッド。ああ、コードブラッド、ね、はい、ドラブラ、これはまあ映画のような迫力で自由に楽しめる近未来型超大作 RPG ということで、まあ、これはね、まあ、一時期の間は絶対流行るだろうなとはですね、はい、思いました。僕らもあの動画、うんうん、先行プレイとかやらせていただいてるんで、はい、ちょっとそれもね、ぜひゲーム性気になるよって方は見ていただければと思いますけども、まあ、おそらく今出てるこの MMO の中では最も売れているタイトルなんじゃないかということで、本当にまあクオリティがやっぱり高いし、うん、Twitter とかもね、 Twitter とかでもみんなやってる感すごい、うんうんうん、そうね、出てました。これ僕あのキャラメイクだけしてちょっとやろうかなと思ったけど、みんなで始めようとしたらみんなキャラメイクした後に全員サーバー違うってのが判明して
できねえじゃんってなって、そこからやってないんですけど、まあ非常に今やっぱり注目されているタイトルかなということで、コードドラゴンブラッドでございましたと。はい、で最後にもう一つ、アイデンティティ5、まあ、第五人格、まあ、これも結構トップ10近くにやってますよ ね、 これも常に20位ぐらいにはこう入ってる感じなんですけど、はい、5月だったらですね、末に弾丸論破のコラボが開催しましたと。その末で結構一気に売り上げもドーンと上がってた感じなんですけど、うんうんうん、第五人格ね、結構コラボチラホラしてるんですけど、ね、超メジャータイトルではないけど確実にこうファンがね、確かに確かに多くいるような感じの、うん、タイトルとコラボしてるかなという印象です、はいはいはい、まあ、そんな第五人格ですけども、はい、こちら7月でリリース2周年を迎えるということで、うん、今6月ですけど、それに先駆けてこう公式ツイッターの方でもいろいろキャンペーンやったりするんで、なるほど、まあ、ちょっとここから先のね盛り上がりにも期待しておきつつ、うん、はい、見事第五人格も急上昇アプリでございました。はい、ここからトップ3いきましょう。はい、まずは第3位、パズル&ドラゴンズ。パズドラ来ましたよ。はい、こちらは前にも僕ら紹介したんですけど、まずゴールデンウィークですね、うん、100連無料ガチャが来ましたね。なるほど、はい、やりましたね。大爆死してた。そう、はい、来ましたね。引き直しした？あ、してない。引き直しというか、さらにね、来てない来てない。多分できるよ今。あ、マジ？フェス限確定でもらえるんで、やっていきましょう。はい、それもやっていただいて、はい、まあ、結構このね100連無料ガチャに合わせてこう久しぶりに起動したよって方も多いんじゃないかなと思いますけど、うん、はいはいはい。でまあパズドラといえばコラボということで、まずは5月11日から25日まで、うん、シャーマンキングコラボの第2弾開催ということで、あ、ね、はい、まあ、ハオとかがね、そうね、やっぱり強くなっていたんですけども、でも5月といえばね、うん、ついに、はい、デビルメイクライコラボ開催しました。デビルメイクライ言ってたね、俺はずっと言ってたやつ、うん、もう1年前、1年半前か、はいはいはい、2月の周年タイミングで発表され、うん、1年半かけてようやく、しかもこのご時世のタイミングで、あんだけずれたのにここは出すんやっていう。そうなんですよ、タイミングで。もう一生来ないのかなと思ってましたけども、さらっと意外と来たということで、はい、まあ、5月25日から今もやっていて、6月8日まで開催していて、うん、お目当てのキャラ出ましたか？出しました、実は。お、よかったね。はい、ただその後に結構なんかまた熱いガチャが来てたんで、お、うわ、石こっちで使えばよかったって感じになってますけど。まあでもコラボはね、まあね、あんまり復刻しないしね、ここから先も引けないから、うん、よかったかなって感じですけども、まあこの2大コラボのおかげで見事、うん、第3位パズル&ドラゴンズでございました、はい、第2位モンスターストライク。もういいか、モンスト2位なんですよ、はい、こちらずっとね1位キープしていたモンストなんですけども、うん、ここで惜しくも2位にランクダウンということで。なるほど、まあ、そんなモンストですけども、はい、こちらが5月2日から17日までエヴァンゲリオンコラボの第4弾開催しておりましたということで、うん、やりましたね。まあ、エヴァはですね、うん、まあ、おなじみのシンジ、レイ、アスカ、マリの主要4キャラ そのパイロットキャラ以外にも、今回はそのゲンドウ&冬月とかね、うん、あとリツコ&マヤとかのこれまでキャラになっていないキャラも実装されたと、はい、あとは第1弾のエヴァキャラの重心化回が解禁されましたということで、なんか CM とかも結構やってたね。そうそうそう、ド派手に。これが結構そのね、全コラボキャラの中で初の重心化回をエヴァンゲリオンキャラがゲットして、でこれちょっと面白いのがエヴァは重心化って前あったじゃん、うんうん、それもコラボキャラで初めて重心化したのはエヴァキャラということで、まあ、見事エヴァンゲリオン効果もあって第2位、うん、モンスターストライクでございました、はい、そして5月のセールスランキング見事第1位は荒野行動。荒野すごいね、FPS ゲームなのにこんなに課金させるのすごくね。うん、俺そう今ちょっと思ってたんだけど、モンストコラボして2位だったんだねっていうね。違うじゃん、もう確実に課金いらないゲームだからね、うんうん、そうね、荒野行動なんて別に、ね、普通はねスキンしか手に入んない。すごくない？そう、それで抜かれるってもういよいよのやばいよね。だからこのご時世というか、このもう今、うん、フォートナイト、はい、エーペックス、荒野行動、そういうもの基本無料ゲーが、うん、結局売れるっていう。そうね、プレイヤーが多いからね、やっぱ。まあそうね、無料だからみんなやるから。確かにすごいね。まあ、ただ荒野行動なんですけど、うん、こちらが4月30日から5月13日まで、はい、なんとコラボをやっていましたということで、うん、7つの滞在コラボが開催していたと。荒野行動、それでいうとそのやっぱりコラボで期間限定のスキンとかが出るから、でこちらがコラボキャラの衣装とか武器スキンとか、あと車両のねスキンはもちろんあったんですけども、うん、さらにこの7つの滞在キャラの能力を使って戦えるモードとかも開催していて、これ俺映像見たんですけどめっちゃ面白そうで。なるほどね。メリオダスのその能力ゲットしたら一定時間受けたダメージを敵に跳ね返したりとか、フルカウンター、そう、あと巨人族になってステータスが増加したりとか、はいはいはい、死んでも2回復活
したりとか、ね、そう、あとはキングだったら移動速度が上がって2段ジャンプできるようになったりとか、なるほど、カバンになんかめっちゃ物入れられるようになったりみたいな、そういうねゲーム性がいろいろ加わって、すごいね。そう、まあ、ということで見事、うん、セールスランキング5月の第1位は荒野行動でございました。おはようございます。あ、というわけで5月のアプリゲームセールスランキング紹介してまいりました、うん、はい、見事第1位荒野行動ということで、まあ、でもモンストパズドラとかこの辺にね、うん、普通に勝ってくるようになったっていうのがもう確かにこのゲーム性でそもそもコラボって何って感じだったけどね。確かに最初ね結局みんなお金使いますね。うん、いや僕は意外でした。あとあの個人的にちょっと8位のトレクルがね、うん、これ周年イベントのタイミングで売り上げも見事にこう上がっていると、ということで何倍かな、もう何十倍ぐらいの確か感じたんですけど、あの別の動画であの周年とかコラボが熱いこう今が始め時のアプリ紹介みたいなね、うん、動画も上げてますんで、はい、ぜひそちらの方も合わせてチェックしていただければなというふうに思います。お願いします。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございます。このチャンネル他にもいろんなゲーム情報を載っけておりますので、ぜひチャンネル登録されたらよかったよという方は高評価の方もよろしくお願いいたします。それから僕の方のチャンネルでコンシューマーゲームメインに実況しておりますので、よかったら遊びに来てください。はい、遊びに行ってみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。